今年の2022年の1月頃が多分、出前館バブルのもう一番の時だったと思うんですけど、すごかったですね。自分は副業勢なんですけど、吉野家をトリプルで持ってっちゃって、で3、40分で5000円とか普通に稼げたんですよね。送料無料と、半額祭と高ブーストで、もうすごかったですね。夜とか仕事終わった後、夜2時間ぐらい稼働しただけで1万とか稼いでましたからね。どんぐらい、1週間だとだいたい90個とから100個ぐらい配達して、1週間で13万とか副業なのに稼いで、1ヶ月だと400弱、380とか そんぐらいかな、ぐらい配達して、月52、3万は稼いでたような気がします。副業でですよ。それが出前館バブルの功労ですね。